久保さーん久保さーんいやー何なんですかねこの信頼関係、まあ、信頼関係というかねあのこれ一つ物申すとするならばあの負けず嫌いっていうね <laughs> お互いに負けず嫌いなんじゃないかなと思いますようん <laughs> 僕で終わらせないっていうもう,もうど僕,僕からね もうそもそもこの億万長者合宿のやり取り、まあ、何がきっかけかっていうといや僕がエホバの商人ですよ僕がエホバの商人の動画をアップロードして別にその動画を久保さんに送ったわけでもなく久保さんがその動画をたまたま見てで久保さんから送られてこなかったらこのやり取りは絶対ないですね。 で久保さんから動画が送られてこなかったら億万長者合宿もやる予定は一切ありませんでした一切なかったんですよ申し上ますね「僕はエホバの商人」っていう動画をアップロードしましたで久保さんがそれをたまたま見てでそれ,をそれに対してアウトプットで吉田さんみたいな感じで動画が送られてきました で送られててきたたことに対して返しまし返まそしてつなあのずっとつな,あのなってるっていう別に僕,かあの僕が動画を、ね、久保さんに送ってあのなんか帰ってくるだろうっていうところで始まってないんですよね。で僕は単純にあの信頼関係というよりかは負けず嫌いなんでお久保さんが続けるんだったら俺も続けるしっていうか負けねえしみたいな。 まあ,、まああのそんな感じですかね久保さんの中でその信頼関係っていうのがあったんですけどいやもちろんその信頼関係はまああ,ありますよ <laughs> あるんですけどまああの久保さんだったらそのうーんまあ、久保さんを辞めるってことあるのかなみたいないや久保さんそんな人かなみたいな、うん、多分本当にね永遠に続くと思いますよ僕ね結構久保さんも負けず嫌いなとこあると思うんでうん 言えば言うほどねそのやる気になってくるというかアンチにこう言われれば言われるほどねなんか久保さんの送っていただ送ってもらった動画で前回だったかなバッドなんか今わかんないですよ今わかんないですけど「バットグッドゼロでバット12」みたいな <laughs> なかなかパンチあるなみたいなでもね僕ねグッとゼロでバット60とかありますから <laughs>、うん、まあ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 僕はね表情にバットとグッドを出してないのでそのアンチの人も 押してもあの表面上に出ないんでつまんないでですよねでも久保さんのやつはグッドとかバット出るとあの表示されるようになってるんでコメントも書けるんであの多ん面白おかしくねこうバットする人もいると思うんですけど、うん、んまあ負けず嫌いっていうでもね負けず嫌いってね大事だと思いますよ。うんなんかその僕ね好き好きなもあの食べ物で食べ物でその好き嫌いってないんですよ。 昔その幼稚園の時に人参が嫌いで一回は我慢してねなんかそのなんかでその食べなさいって言われて人参を無理やり食べてゲロ吐いたことがあるんですけどだから人参ダメだったんですねちっちゃい頃だけど今全然食えますねてかもう食べず嫌いっていうか,なんかもう好き嫌いないですだけど嫌いなものがあるとするなら負けず嫌いですね負けることは嫌いですねうんかかなんかこの ななんだろうな久保さんに負けたくないっていうかこれでもねネットビジネスやる上でもうめっちゃ大事だと思うんですよ。なんかネットビジネスというかビジネスやってる,やるこれからお金を稼いでいくんだったらこの負けず嫌いっていうのは本当にあった方がいいですよ。なぜならばあのまあまあ合宿参加される方参加しない方うんまあ見てると思いますけれども。 ううんなんななだろうなこの負けず嫌いがあるとどういうことがあるのかっていうと要は基準値が上がるんですよ基準,値が基準値が上がるってどういうことかっていうとあの例えば例えばでしょあのこの前僕ペイパルのねアカウント削除されましたでペイパルを作ったイーロン・マスクさんっていう人がいますイーロンマスクさんペイパルの創業なのかな。そう で今は、まあ、ペーパールをばのあれ株かなんか売却してんで資金作ってスペース X、えー、民間で初めて宇宙を飛ばすあのロケット飛ばしたりとか、まあ、あと電気自動車ですよね、えー、テスラモーターとか作ったりとかしたんですけどそのねイーロン・マスクさんがね100時間働けみたいな週100時間なんか久保さんはなんか前働いてた時ねなんか200時間の。 労働200時間のサービス残業みたいなのしててとか言ってたんですけど月でなんかイーロン・マスクさん100時間ぐらい働く1週間で100時間寝ずに働けみたいなこと言ってるんですよ <laughs> それぐらいやらないとダメだみたいな起業したら100時間働けない1週間にみたいなっていうのがね、まあ、YouTube でまああのなんかインタビューみたいなのあるんですけどそうすると「え、ね、だって考えてほしいんですけど僕たちもうイペイじゃないですか宇宙ロケット飛ばせます ペイパルって多分ねあの企業価値多分やばいと思うんですよまあ調べれば時価総額ですかねペイパルの多分 <laughs> 企業価値ってやばいと思うんですけど今全世界でも流通してますから多分本当にすごいですよねでそれを作った人とかねあとテスラモーターとかそのなんか宇宙ね飛ば,あの飛ばした人とかでその人がそれぐらいやってるわけですよわかります成功するのにそこまでやってるわけですよ そうなるとまよまあんか別にその勝てないですよ勝てないんですけど勝てないんだけどもちろん僕はそのイーロン・マスクに勝てないですよ勝てないけどあの人があんだけやってんだから俺もってやんないとなっていうそういう風な気持ちにさせてくれるんですよねあの人があんだけやってんのになんで俺俺なんかまだあのなんだ芋虫というかねもうなんかもう。 カスみたいな男なのにカスみたいな男がこれぐらいのレベルだったらそれ無理だよねと思ってやらんとあかんなっていう基準値が上がるんですよでも多くの人ってそういうのあります多分ネネットビジネスで挫折する人とかなんかなないいんじゃないかなっていうだって普通にあとねこれすごくいい動画なんですけどあのソフトバンクの孫正義さんのえー、っとね僕が「ドリームアカデミア」 ドリームアカデミアっていう、えー、塾の名前にしたのは実はですね、あのー、孫正義さんがソフトバンクアカデミアっていうのをやってるんですよソフトバンクアカデミア。これ YouTube で無料でねソフトバンクアカデミアって検索するとあの公演があるんですけど公演みたいな。でそれは、うん その選択の話をし,してるプレゼン資料で「二者卓越」みたい「二者卓越あなたはどう,どう選びますか?」と「二者卓越」みたいな。でその中で孫さんのその事件いろんな事件がその起業してからいろんな事件があるんですけどあのなんかその NTT に殴り込みしに行くみたいな <laughs> NTT に殴り込みしに行くっていうシーンとかねあなんか話してるんですけどめっちゃすごいんですよ。そうあとあと会社に全員泊り込みしてやっててやっ く,くせえみたいな <laughs> みんな風呂入ってないから臭いみたいなだ <laughs> かねそういうねう多分ソ,ソフトバンクの孫正義さんも、まあ、日本の起業家、まあ、事業というか会社の中で、まあ、相当、あのー、成功してるわけじゃないですか。ね、でその人たちがそんだけやってるわけですよ。ねいやなんかその初心者の僕たちが。 ね、貸すみたいな僕たちがやらなくてこれどうやって成功す、まあ、成功したいとかねお金持ちになりたいとかお金稼ぎたいって言ってるわけじゃないですかえみんな成功してる人たちめちゃめちゃやってるのになんでなんでそのまだまだねそこまでの頂きに行ってないのにそこまでの頂きに行ってない僕たちが何かなんやろうみたいなもっとやらないといけないなってなるわけですよ。 あこね、負けず嫌いってね本当大事だと思いますよ、うんまあ,そあの僕はね別にその大企業を作って上場企業を作ってなんかすごいのをやろうという気持ちは1ミリもないんですけどなんか自分がこう行動していく中でですよ行動していく中でやっぱり人間ですからやっぱ浮き沈みありますよ僕も人間ですから浮き沈み感情の浮き沈みってあるんですけどなんか折れそうになった時とか まあこれは本当ね会社その前職の会社の話なんですけど僕は泊まり込みでやってたわけですよ泊まり込みでで深夜2時とか会社にねあーポツンと1人ですよ会社にポツンと1人で1人でねセールスレター書いたりとか動画編集してるんですよ深夜2時会社に1人寂しいですよ深夜3時2時会社に1人でずっとやってるんですよ1人ですよで 寂しいですよねでその時に、まあ、そのソフトバンクアカデミアのね講義をこうまあその時にモニター3つあったんですけど1つのモニターでその孫さんの話をずっとね深夜 <laughs> 仕事しながら孫さんの,そのソフトバンクアカデミアのあー動画を垂れ流しにしながら、まあ、聞いてて仕事してたんですけど、まあ、寂しくてでもそういうでも一人で孤独なんですよね孤独でうんだけどそういう孫さんの話を聞くとあ俺も頑張んないといけないなみたいな。 まあそういうふうに思って頑張ってましたけどだからまあドリームアカデミアにした理由は実はそのソフトバンクアカデミアっていうねそのソフトバンクの名前はパクれないんで <laughs> そのアカデミーなんかそのアカデミーでもいいわけですよなんとかアカデミーっていうアカデミアにした理由は実はそれですアカデミアにした理由はもう孫さんのそのソフトバンクアカデミアっていうねあの YouTube のなんか講義がね12個ぐらいあって再生リストにまとめられてたんですけど それ多分ね30回くらい,そのぐらいリピートしてずっと聞いてましたね。聞いてたまあ、見てたというより聞いてたっていう、まあ、ずっと流してたんですごいさ壮絶なその企業企業ストーリーですよね、うん。やっぱ本当に上に立つ人ってのはやっぱやってんだなっていうところでなんか多くの人たちがなんかね間違った解釈をしてるというか。 何かそういう人たちはそこまでちゃんとやってるからちゃんと,ちゃんとっていうかもちろんねじゃあめちゃめちゃ努力したからって言ってじゃあそんな孫さんみたいになれるのかねイーロン・マスクみたいなことができるのか全員がそうじゃないですよ起業家の全員が成功するわけじゃないんですけどもじゃ成功した人っていうのは何をやってきてるのかって話なんですよねどれぐらいやってきたのか何やってきたのかっていう相当やってるよっていう。 でね古都ネットビジネスに関してはそのこれね本当に思うんですけどこれねこの動画見てる方に僕は言いたいんですけどマジであの僕レベル僕レベルっていうか、まあ、上から目線で申し訳ないんですけど動画を1万本ぐらい撮って稼げませんっていうことはまず100%ありえないですよ。吉谷さんの真似をして まあ,吉谷さんまあちょっとしゃべり下手だったんですけど真似して1万本撮って吉谷さんと同じようにちょっとやってみましたで稼げませんでした絶対ない言い切りますよ1万本僕僕のね動画を全部リスペクトしてやり方もリスペクトしてね全部リスペクトして1万本撮って1円も稼げません絶対ないですね絶対ないだってそもそもですよそもそも YouTube って0円じゃないですか だからそっから売り上げが上がれば少なくても100利益ですよねその YouTube の広告収入もそうですしそっから商品集客して商品が売れてもうそれも全部利益じゃないですかだから稼げないってことはないんですよだって初期費用ゼロだから初期費用ゼロに対して売り上げが上がったら全部利益じゃないですかでしかもその利益を上げる上で商品をつくなんか例えばこの。 普通だったらこの缶コーヒーを作るのにもこの缶缶を作ったりとか中身を作ったりとかして製造コストっていうのがかかるわけですよ普通は製造コストがかかるわけですよ例えばこのハンドルねハンドル作るのハンドル作って売るのも製造コストかかってるわけですよでこれ売れなかったら赤字ですよもうし上げますねこれ売れなかったら赤字ですよもうあんなハンドル取るねいでみな <laughs> これ売れなかったら赤字ですよでもね YouTube 売れなななくても赤字にならないんですよということは <laughs> これどう考えてもどう考えてもひっころんでもその基準値上げてやってでねしかもねこれも大事なんですけど言われたことをただやる、ね、あのこの動画の億万長者合宿の中で掛布さんの話をね久保さんも僕もしましたけどただね1万本素振りをしてるそれは駄目ですよ。 それ,はダメだそれは全然リスペクトしてないです、ね、ただ吉谷さんに1万本アップロードしたら稼げるって言われましてから1万本1万回素振りしてみましたみたいな筋肉はついたけど全然打てないんですよホームランみたいなそりゃそうだみたいな <laughs> それ考えないとダメですよそれ考えないとダメですけどその考えながら試行錯誤しながら1万本売り上げを上げるためにどうすればいいのかっていうのを1万回やってまず稼げないの久保さんありえます 試行錯誤して自分で考えて修正したりとか改善して1万本やりました考えながらで分かんなかったら久保さんとかに質問する僕に質問するそれで1万回やりましたそれで売り上げゼロ絶対ないこれ言い切りますよこれ100%稼げます100%ではどれぐらい稼げるのかっていうと1円は稼げます <laughs> はい逃げですねこれね一体1円は稼げるでしょどうっすか <laughs> <laughs> さあいくら稼ぎたいのかその人次第ですよでも少なくても <laughs> 1円ぐらい利益っていうか1円利益一万本ね動画出して1円も利益出せないんだったらそれはもう、ね、ビジネスセンスがないんだったらやめた方がいいですよもう諦めた方がいいです1万本改善しました1万回改善しました1万回改善して1円のし利益しか生み出せませんそれはねもうビジネスやめた方がいいですもう本当にやめた方がいいです それはやめるべきです逆にそれは申し訳ないですけどもうビジネスもうやめてもうサラリーマンやった方がいいよとだからそれはねありえないですそれはちょっとねちょっとないですねそれはもう改善してないんですよ多分おそらくただ,た,ただ素振りしてるだけですね何も考えずとりあえずとりあえずなんかね久保さんと吉谷さんがとりあえず漁やれって言うからとりあえず漁やってみましたみたいなね なんか会社で上司にこう言われたからこういうふうに仕事してうまくいかない上司のせいみたいなねんか <laughs> それは本当にねビジネスやめた方がいいですよ1万回の改善をしてねしかも初期費用ゼロでこれで利益出せないんだったらマジでそれはビジネスのセンスがなさすぎるのでやめた方がいいと思いますよ少なくとも,も僕がビジネスのセンスがあるかと言われるとないですよでビジネスのセンスがない僕ですら売上,上げ上げられるんですよ うん、実際に去年はあのこのやり方ですよねずっとこのやり方やってますけど僕はこのよもう YouTube しかやってないんですよほとんどてか YouTube っすね、まあ、インスタもちょいちょいやってますけどほぼ YouTube っすよで YouTube で集客して商品を売るってことやってますけど去年ね2800万ぐらい上がりましたよこのやり方でまあ今年はちょっと3000万、ね、頑張りたいですけど頑張りますよただねちょっとあの決済のねペーパルさんがね <laughs> ペーパルさん削除されて、まあ、新しい決済導入もしましたけどそうこれからちょっと頑張っていますよ、うん、だ今年は3,000万目指せ3,000万で頑張りますけどねいろいろと、うん、そう去年行かなかったんですよ2800だね、まあ、約3,000万っていうあと200ぐらい足りなかったんですよね売り上げ、うん、バックパッカーで年収3,000万ですみたいな。 まあ税金は置いといて税金は置いといて <laughs> バックバッカーで3,000万みたいななんかよくないですか僕は旅しながらなんで一応鹿児島に事務所ありますけれどここも事務所っちゃ事務所なんで僕の家も事務所ま事務所兼ここでも寝れるし面白くないですかそれで3,000万って面白くないですかなんか面白いですよね だからまあ負けず嫌いってねほんと大事かなと思いますまあ久保さんはね信頼関係があるっていうことはまもちろんそれはベースとしてあるんですけど僕が久保さんになぜ動画を送るのかそれは信頼関係じゃなくてただ単純に僕は負けず嫌いだけです信頼関係があっても負けず嫌いじゃなかったりここまでやらないですよ多分だって信頼関係があって別に動画をと撮って渡すっていうことがなんだうーんその信頼関係を壊すことなのかなっていうじゃあ僕が仮にね 久保さんに、えー、動画を送らなくなったらうーん、それで信頼関係が崩壊されるのか、多分それはないと思いますよ。うん、いや久保だまあ理由があってね。うん例えば、うんいや久保さんちょっと今申し訳ないですけど、あの、うん、他のね、あーなんだ商品とか僕売ってるんでちょっとそこ集中したいんでちょっとひとまずいいですかねみたいな。なんか何かしらの理由がね。 あればそこでじゃあえ「吉田さんなんかそれ理由つけて逃げてんじゃねえの?」っつってななんかそここで信頼関係が崩れるととは僕は僕いと思い思ますよ、まあもっと深く言うとどんな状況でも僕が久保さんに動画を送るからそこで信頼関係もあるのかもしれないですけど仮に仮にですよあの動画を送らなかったとしても信頼関係が崩れるのかっていうと僕は崩れないと思いますし。 でもっと深いところ言うとどんな状況でもね僕も移動中でもどんな状況でも作るから作って結局は送ってる <laughs> まあなんだかんだで結局は送ってるから,だからそ,そういうところの人間性だよねはそういうところにその信頼関係があるっていうのがまあその深いところだかもしれないですけどねまあ僕はその送りますけどね、まあ、久保さんがこれく、まあ、もう何度も言いますけど久保さんが動画を送らなくなってきたら絶対作らないですからね僕も他にやることあるんで久保さんが動画を送ってこなかったら僕は 送らないですから、はい、これ先言っときもう何度も言ってますけどだから久保さんがね久保さんが動画を送ることをやめたら僕も動画を作る億万長者会社の動画作りませんつまり僕が動画を作らなくなったっていうことは久保さんが途中で諦めたということですね <laughs> 僕が動画をこれ作らなくなったってことは久保さんが死んだか諦めたかどっちかです申し出ますね 久保さんが動画を作らなくなったってことは、久保さんが死んだか諦めたかまあ、なんかの事情で入院したか？あのあの植物人間になったかまあ、そう。そんな感じです。オッケーですかね？はい。ということで、まあ負けず嫌いって大事かなと思いますね。うん。あ、だもっとね。基準値を上げてほしいなと思います。だって成功したいとか、お金稼ぎたいとか言ってるんだったらね。こうか普通にか普通。 ほ本当に普通に考えてほしいんですけど会社で8時間働くじゃないですか会社で8時間働くのにネットビジネス8時間やらないんですよもう一度言いますね会社で8時間やるのにネットビジネス8時間やらないんですよこれもう一度言いますねめちゃめちゃ大事なんで会社で8時間やるのに仕事するのにネットビジネス8時間しないんですよこれね普通に考えておかしいことなんですよ普通に考えてありえないことなんですよなんでで会社でね給料が少ない 不平不満言ってる会社で8時間やってるのにネットビジネスで100万目指してる人はなんでネットビジネスに8時間使わないのって話なんですよ。こうおかしくなないですかなんかん会社で8時間使ってこの副業でちょっと30分とかで100万稼げないかなって思ってるんですよ。いやいやいやと。8時間ちゃんと勉強して8時間ちゃんとやったら普通に給料以上稼げるよって話なんですよ。申し訳ごいません。 <laughs> 8時間ネットビジネス真剣にやってね真剣にアウトプットしてちゃんとやってそれを会社レベルで、ね、週5週まあ週92日の人だったら週5あたらやりますそれで稼げないとかないですこれねほんとね面白いですよね <laughs> なんで給料が少ない不平不満言ってる仕事8時間やってネットビジネス夢見てるネットビジネスを8時間やらないのっていうこれ冷静に考えるとおかしくないですか 冷静に考えるととちょっとおかかしくないですかこっちの給料が少ないね給料が少ないとこで不平不満言って8時間働くんですよでこっち夢見てるんですよこっちでなんか人生変えたいと思ってるのにこっち8時間やらないんですよそうおかしくないっていう <laughs> それが時間がないですとかいや時間がないとかできないとかいや会社辞めろよと辞 <laughs> めちまえよとそしら時間できるわけじゃないですかいやあの不安なんですみたいなじゃあやるなよっていう。 じゃあやるなよっていう <laughs> だ人生を変えるっつうのは大きいことじゃないですかね大きいことをやろうとしてるわけじゃないですかうんだからねあのだから基準値も低いしみんなみんな基準値も低すぎるし、うん、負けず嫌いもないし、うん、何なんですかね、うん、それじゃあもう無理ですよ悪いですけどもう絶対無理そんなそんなんでそんなんでね 稼げたら苦労しないですよ。みんな億万長者ですよ。前ねお客さんから言われたんですけど、まあ教材売ってるじゃないですか。<laughs> これこれ,これみんながこれで稼げたらみんな億万長者じゃないですかとお客さんから言われたことあって、まあ確かにそうです。<laughs> でもみんなできないんですよ。なんでできないかっていうと、まあ久保さんもそうですけど、久保さんも同じノウハウとかね同じ教材を僕も教材たくさん売ってきましたけど、必ず別れるんですよ。うまくいく人とうまくいかない人。 これをねみんな再現性がないとか言うんですけどいやいやいやさあのこれも久保さんとのやり取りであるんですけどあの <laughs> やるっていうことがバラバララなんですよ例えばさっき言った8時間真剣にやる人もいれば、ね、こっちで8時間やって寝ずに8時間やる、ね、睡眠時間削って8時間一生懸命やる人もいれば30分しかやらない人もいれば1時間しかやらない人もいればやらない人もいるんですよ。 じじゃゃこれは差がつくに決まってるじゃないですか同じ教材とかね同じノウハウを勉強してても一生懸命ガチで8時間イン,インプットもアウトップットもバーってやってる人と30分1時間しかやらない人で差がつくのに決まってるそんなの決まってるじゃないですかうんそうだからね負けず嫌い大事ですねちょ,なんだちょっとヒートアップしちゃいましたね負けず嫌いマジ大事なんであの本当負けず嫌い負けず嫌い大事ですよ もう本当大事だはい、ということでイクボさんの動画を映しますのでよかったら見てみてくださいどうぞこんにちは、速回軸のコブです、えー、今日も動画をご覧いただきましてありがとうございますあそしてこれは吉谷さんの吉谷さんに向けての動画になりますけども億万長者合宿に参加を決めてらっしゃる方にも強く発信したいと思いますえー、今までですね、えー、これももうだいぶ110話を超えてやり取りをさせていただきました このままね、200話に向かっていくのはもう時間の問題といいますか、なんか2週間後には200話突破してると思うんですよ。そんな気がしませんかなんでそういう気がするかというと、私自身もそうですけども、私が動画を吉谷さんに送ったら、必ず吉谷さんは私の方に動画を送ってくるっていう、この関係があるわけですね。もう当たり前だと思ってるんですよ。もうこれは一つの信頼関係です。こうすれば、ああするだろうという信頼関係を私はこう感じていて、それを常に返してくると。 でこれペナルティー別にないですけどもなんかねこのキャッチボールが順調に行われてるんですよねまあ仮にこれが例えば1日とか2日空いても帰ってくるだろうと思ってますんでそんなに心配してないんですよそしてこの億万長者合宿の動画を見てらっしゃる方もこう思ってると思うんですよあしばらく見なくても100は超えたのか110は超えたのかあ120はいきそうだな200は本当にいきそうだなと何で思うかっていうとそういうふうに信頼関係を持ってるからなんですよね 私が動画を発信する吉田さんが動画を発信するそして10話30話50話100話120話150話200話に向かうということはもうですね疑いようのないことだと思うんですよなぜなら私も吉田さんもこの動画を送るってことをやめないからなんですよねさあ何回も出てきましたこの信頼ということです信頼関係という言葉、えー、この動画を見ていらっしゃる方に信頼関係っていうのはどういうふうに映ってるでしょうか特にビジネスでは信頼関係がものすごく大事なんですよね 信じてくれているから商品を聞いてみる買ってみる試してみるという風うになってきますそして信,信じているからこそ言ったことをやるってうことにもつながるんですよねそう考えてみると私が今回質問ありませんかと何かこう自分でアウトプットしていることありますかとかね色々呼びかけましたそれに対してなんか行動ができてないってことは私から見ると信頼されていないんだなという風うな形ですよね もしくは逆の言い方もできます。言ってもやらないだろう、この億万長者合宿の参加者さんはっていうふうに信頼を失いかけているというふうなことなんですよね。どうでしょうかね。そういうふうに思いませんかきっとですね、いろんな忙しいことがあると思います。それはよくわかります。えー、日々のいろんなね、業務とか、どうしても後回しにできないこと、日々あるでしょう。ですから、そちらの方での信頼関係は多分強いんだと思うんですよ。 でもきっと私は吉谷さんのように一人でお金をどん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 とてつもない速度で稼いでいく世界から見ると信頼されてはいないんじゃないかなと感じるんですよ。環境を変えるっていう話が吉谷さんから出されましたけども吉谷さんが言,と言われたように今いる環境にいればきっとですねその生活は続くと思います。それは私もね信頼強い信頼を持ってそういうふうに思います。多分そううなるだろうと ただ、もう一つ強く思うのは、それ以上には、まあ、なかなかならないだろうと思います。もちろん、以上にはなると思うんですけども、すごい以上にはならないと思います。まあ、なぜなら、そういう世界だからなんですよん。どうでしょうかね。5年先、10年先、20年先、今やってることの延長線上にどんなものがあるかってことを想像して、恐ろしくならないですかってことなんですよ。え本当にね、あのー、やばいんですよ。一言で言ったら、やばい。 で何がやばいかっていうとここまでお話したことによってだいぶやばいっていうのがお分かりいただけると思うんですけどももう一つこれからお話することで何がどうやばいのかってことがね分かってくると思いますそれはですね今の暮らしを続けていていいも良くなななることはないってこととはんですよで多少良くなることがあってもそれ以上にあの我々を包む環境っていうのはものすごい速とで悪くなってくるんですよねこれはあらゆるデータを見れば明らかなんですけども明るい兆しってないんですよ 少子化がが進んで増える見込みがないと国の借金が増ってことを言ったら必ずですね対外資産があるみたいな言い方をしますけども貸したお金って返ってくると思いますかって話なんですよ確かに日本っていう国は海外にいろんなお金を貸してますでもそれは踏み倒されること前提なんですよあれが必ず返ってくるなんてことを誰が信じてるのかなということなんですよねうんまあ貸し倒れですよ 本当にそう考えてみると対外資産は常にゼロということが言えると思いますまあでもそうは言ってもあるよっていう方のことはもう私も追求しませんもう一つです国有資産の話があります国有資産が470兆円ねあるとかないとか言われますけどもこの国有資産を評価したのは誰だって話なんですけど実際それをその資産の額で売った時に買う国がどこにあるかって話なんですよね誰も買わないですよね値下げをしないといけないですよね ととなると国有資産というのはこれまたあ上の空論で非常にに怪しいといととうことになります。それからこの国というのは生産力それから労働力どんどんなくなっていきます一部の稼げる人能力のある人は海外に出ていってしまいますなぜなら日本の税制が高すぎることそしてお金持ちに非常に不利な世の中になっているからなんですよでお金がねもしかしたらない人私も以前そうだったんですけども お金がない人から見るとなんてお金のない人に冷たい国だと思われるかもしれませんけども実はお金がある人にとってものすごく不利な国だということが私は今完全にね思えるんですよね。まあ、ですから海外に出ていって居住権を持ちそこで法人を立ててそこの国民とやり取りをしたいなと思ってるんですよ。これれ本当にに思うんんでですよねできれば創価塾の皆さんとか私に関わる,のある方は 顧客を海外に持つことによって沈没していく日本からあの安全なところにね逃れて暮らしていったりとかビジネスをしてほしいなと思っております一つ顕著な例が金利なんですよ日本の金利は低すぎるんですよねでなんで低いかっていうとそれは仕事がうまくいってないからなんですよビジネスが利益を生んでないからなんですよねでこのぐらい金利が低いと悪い金利でもビジネスをした方がいい投資をした方がいいっていう風な発想になってきますで ビジネスをしてお金を作る人が増えると銀行からお金を借りる人っていなくなるんですよね。なぜなら銀行からお金を借りて金利でやっていくよりもビジネスをした方がいいからなんですよ。こういう考え方もあります。ここに1000万ありますと。銀行にお金を預けて1年間で100円増えますと。でもビジネスに投資したらその100 1000万円が100万円増えるかもしれませんよと。どっちにお金を預けますかってことなんですよ。銀行は非常に今お金が集まりにくくなってるんですよね。 よく、タンス預金があるって言われますけども、タンス預金、これも不思議ですよね。タンス預金が日本人は何百兆円あると。そんなことを言う人もいます。でも、タンス預金っていうのは、タンスに現金を文字通り入れてるわけなんですよ。それ誰が見たんですかって、どうやって確かめたんですかって話ですよね。タンス預金、タンス預金って言いますけども、じゃあ、一件一件タンスにいくらあるのかっていうのを国税が調べたのかってことですよね。そう考えてみると、 タンス預金があるっていう言葉も、はなはだですね、ざれごとに過ぎないんではないかなと私は思うんですよね。タンス預金があるにしても、金額の確かめようがないんですよ。だから私はこの数字を信用してません。まあこういった形で世の中を信用とか信頼っていう形で見てみると、信じるべきものと、信じてはならないものと、それから信じてるつもりで全く分かってないものというふうなね、いろんな見方ができると思うんですよ。さあそれではですね、ビジネスで必要なものは信頼関係だと言いました。で、私の ことが信用できなかったら、きっとですね、私が紹介するものとか、怪しいと思って手を出さないと思うんですよ。でも、相対的に見て、いろんなものがある中で、私の紹介するものが信頼に至ると思ってくださるんで、詳しく話を聞いてくださるし、サインもしてくれると思うんですよね。そう考えてみるとですね、その信頼関係ってものを培うために、どんなことをすればいいのかってことが次気になると思うんですよ。それはですね、言われたことをやると。決めたことをやると。 この繰り返しじゃないかと思うんですよ。例えば億万長者合宿に参加するってことは、稼ぎたいわけですよね。で、稼ぐための方法を、これですよと課題を与えました。やってくる人、常にやる人、常にやる人っていうのは、私も、ああまあ、何か打てば響くんだろうなと、何かを出せばやってくるんだろうなと思う信頼関係が育ちますけども、全くやってこないと、やらないってことを信頼しますね。多分この人やらないだろうと。多分考えないだろうと。 多分、結果としては何も出さないだろうと思っちゃいますよね。そうなると、それが、うんまあ、本当にね、一人の人の切り口なんですよ。よその人から見てもそういうふうに見えちゃいます。いやいや、そんなことないですよ、と。よその人からは信頼されてるんですって言うかもしれません。そうなるとまた別の問題が起きます。じゃあ、よその人に対しては信頼を維持するためにいろいろ活動するのに、億万長者合宿になると、信頼に取る行動しないのかなっていうことなんですよ。 まあこういうことをいろいろ考えていくときに、まあ、あの話戻りますけども私は吉田さンスタインに対してね何を信頼しているかっていうとこういうふうに考えるだろうこういうふうに行動するだろうってことをそのままやってくるんですよそれは難しいことではないですよそれは一つは動画を出せば動画が返ってくるだろうってことなんですよで同じようにですね他の方億万長者合宿に参加する方にじゃあ課題出しました課題返ってくるだろうと今はちょっとねそれが思えないかなと うん、だからこうなると合宿に行ってもじゃあこれやりましょうって言ってもやらないような気がするからまあちょっとまあやめとこうかとなっちゃうかもしれませんねこういうふうな形で奥万女合宿の精度とか、うん、それから質がねどうでしょうかね <laughs>、えー、もうちょっとねワクワクして突進してきてほしいなと思いますしそれを受け止めるだけの力はあると思いますでね、えー、まあこれはねがっかりして送ってるわけじゃないんですよやっぱある意味 この億万長者合宿の参加者さんに今だからこそ火をつけたいっていう気持ちもあるんですよ。えー、あ、そうだそうだ。一つね、言いにくいことを言わなければなりません。えー、ついに私の懸念がね、実現したんですよ。それはですね、億万長者合宿に参加していない方、参加しない方が、私のこの吉谷さんとのやりとりの動画を見て、かなり興味を持ってですね、しかもこれ一人じゃないです。うん、何人かの方がですね、 メールをお寄せいただいたんですけどもセルフバックをやっていますと今15万円を超えましたって方がお一人いらっしゃいましたもう一人の方は自分の好きなジャンルで動画を作り始めましたけど見てくれませんかって方ですよねこの方にはアドバイスを何度かしましたでもう一人の方は億万長者合宿には行かないんだけども億万長者合宿の動画をずっとね保存して記録してそれをツイッターで文字起こししてもいいですかって方ですよね私はいいですよ っていう,ふうにお話し,しました、うん、まだやってないみたいですけどね。でもこの3名の方は億万長者学習に参加する方ではありませんけども私にですね何度もこうやってメッセージを送っていただいたりとかして何度も何度もではないですね。それぞれ1回ですね。それぞれ1回です。えー、それぞれ1回なんですけども結構長かったです。で 3, 3, 3人ですね。だから3人送ってきたかな。他の方はいろんなねコメントを言うんだけども行動はしない方だったんでちょっと削除除外してですね。3人の方は実際に えー、今みたいにね、えー、やりますよとやってますよってことを言ってくれましたセルフバック15万っていうのは億万長者合宿に参加する方どなたかこの15万を突破超えてる方いるかなと思ったらどうかなと思っちゃいましたね、えー、どなたかいらっしゃいますかねうん、まあ、そういう方とかねあの自分の発信を YouTube をねやってますみたいな方もいらっしゃって何度か動画を送ってきてくれました うん、その方がね、私はね、合宿の参加者だと思ってたんですけども、もうそうではなくて、参加してない方だったんですよね。<laughs> その方が動画を送ってきて、私は送って、送られてきたんで、あれ、こんな方も来るんだと思ったんですけどね、ちょっとそうではなかったということでした。えっ、ー、と、一般の方、一般って言ったらまた偉そうなんですけども、合宿に参加しない方です、動画を。 4本ぐらいでしたね4本ぐらい送ってくれてそれぞれ短いのと長いのあったんですけども私なりに添削をしてそれから一般公開しなさいって言いましたけども未だに限定ですねこの方は、ね、いまいちだなと思いますけどもまあでもでもでもうんあの意欲は伝わってるのかなと思いますまた動画更新して送ってくると思いますで楽しみかなと思いますね、まあ、そういったことがいろいろありましたんでこれはちょっと皆さんにね億万長者合宿に参加する方には ちょ,っとちょっとしたライバルシーンを起こしていただきたいなと思います。またそのうちご本人の許可が出たらどんなものが送られてきたのかっていうのを公開しますので、その時に、あの、遅れを取ったなと思わないように、今のうちにやってくださいね。えっ、ー、と、今日もね、この動画をご覧いただいた、億万長者合宿の参加者さんのことを、再度信頼して、今度はやってくるだろうと思いながらね、えー、お伝えしていきます。まあ、質問この前、意見いただいたんですけども、この間に。うん、実際ね億万長合宿で 何がしたいのかなと何を学びたいのかなってことを送っていただければ幸いです。これは億万長者合宿の参加者さんにお問い合わせしますけどね。そしてもう一つ、もう一つ。億万長者合宿に参加しない方に向けて、このメッセージをお送りします。億万長者合宿に参加するとしたら、どんなことをやってほしいかなってことなんですよね。もしかしたらこれは答えがないかもしれませんけども、答えてくださる方いないかもしれませんけども、一人でもいれば嬉しいなと思います。よろしいでしょうか。2つの質問ですよ。内容は一緒です。 億万長者合宿に参加する方、どんなことを億万長者合宿でやってほしいのかなってこと。そして億万長者合宿に参加しない方、どんなことを億万長者合宿にやってほしいのかなってことですね。はい、同じ質問をそれぞれの方にしてみました。はい、どんなお答えが返ってくるのか、これ競争ですねある意味ね、えー。実際どんな展開になるのか楽しみかなと思います。えー、吉野さんのお話もね、結構ねあの淡々とうんまあちょっと長めの中にも学びが結構あったなと思うんですけども。 うんまあ、次回のね動画も結構楽しみだなと思います、まあ、吉谷さんの何気ないところから喋ってそれがきちんとねえストーリーとして構成されていてコンテンツになっていく姿、うん、それをねやっぱ見るの今でも楽しいですね、うん、忘れられないのがねあの深夜の20時間放送で吉谷さんが急に出てきていろいろ喋ったこと、うん、私は誰よりもバカですみたいなところからね完全につかみが <laughs> すごく良かったなと思いますし視聴者さんそういえばあの時は少なかったですね今考えてみたら。 私はあの20名とかね、10名から20名だったら多いのかなと思ったんですけども、うん、少なかったような気がしますね。うん、でもすごく盛り上がって、私は特にあそこで、あのー、乗っかることがね、かなり楽になりました。<laughs> あっちこっち乗っかると、100時間ライブ乗っかるみたいな、20時間ライブ乗っかるとかね、乗っかりまくっていけば、とりあえず主催された方とかには目立つだろうと。で、視聴者さんには目立つだろうっていう感じですね。まあ、皆さんもね、ぜひね、億万長者合宿出られる方、8名の方が今のところ決まってると思いますけども、 ちょっっとと目立ってななないいいんじゃないかなと思います。奥万長者合宿のメンバーの中でも自分が一番目立つっていうようなねそんな意識を持って切り込んでいっていただきたいかなと思いますよろしくお願いしますそれでは以上です